小山ハルシオンです。さあ、アルネの事件簿、前回の続きから。前回のおさらいをちょっとだけ。隠されたお父様の研究室に残っていた血をアルネが舐めた途端、アルネの中にもう一人の人格、ナハツエラと呼ばれる人物が出てきました。このナハツエラ、一体誰なのかっていうと、アルネはもともと9人の始祖と呼ばれる吸血鬼から成り立っている最強の吸血鬼、アルネのインテーターです。この9人のうちの人格の一人が血を舐めたことによってアルネの中に出てきてしまいました。で、なんやかんや打ち勝てるのかなと思いきや、アルネ最近こう9人から成り立ってるせいか、自分の考えてること感じてることが本当に自分自身のものなのかっていうところにちょっと疑問というか不安を抱き始めてる描写があったので、それも原因でちょっと簡単に乗っ取られてしまったみたいな感じで終わっちゃいました。で、この後リンちゃんに会いに行くって言ってたんで、このナハツエラに乗り移られたままの人格でリンちゃんに会いに行って、果たしてリンちゃんは無事でいられるのかっていうところです。大丈夫だといいけど。じゃあ早速やっていこう。スタート。ベルントさん。あ、リンお嬢様、ここにいらしたんですね。ベルント、見た目は真面目な警備員、警備にやる気に恋が5。あ、着替えたんですね。よかった。ベルントさん、血が苦手ですもんね。血が苦手、これは結構有力な情報じゃない。あ、でもごまかしてるっていう可能性もあるのか。いや、お恥ずかしい。そういえばこの前、ハインチさんが包丁でちょっと指を切った時も気絶してましたよね。そんなにか。それだと無理っぽいな。それは忘れてくださいよ。ところでどうしたんですか？実は自分、なんと犯人が分かったんですよ。なのでみんなを2階の待機室に集めてたところなんです。本当ですか？はい。というわけで待機室へ来てください。犯人が分かった。とにかく行きましょう。あ、せっかくですし2階の花瓶も確認しておきたいですね。今後リンのミニゲームや推理をノーミスでクリアすると、たまに情報以外の何かを得ることがあったり、最後にジシェからご褒美があるかもしれません。ジシェのご褒美なんだろう。クリアまでのストーリーに変化はありませんが、頑張ってみてください。よし、頑張る。花瓶を調べよう。こっちからだと遠回りです。花瓶、あれ？あ、リリリ、リンお嬢様、ひどいでございまする。コードンさんにめちゃくちゃ怒られたでござりまする。エリーゼごめんなさい。どうしても調査したい場所があって、あなたをひどい目に遭わせてしまって本当にすみません。もうやめてくださいでござりまする。はい、今度何かお詫びを。あ、じゃあバームクーヘンがいいでございます。バームクーヘンの新作が発売したのでございます。それで手を打つでございますよ。わかりました、今度用意しておきますね。ありがとうございます。では待機室へ行くでございますよ。あ、先に行っててくれますか？私は少し用事が。そうでございますか？わかったでござる。エリーゼに謝れてよかったです。さて花瓶は。そういえばエリーゼも花瓶を気にしていたような。花瓶はありますが花が散っています。ゴードンさんは毎日お手入れをしているので、花がこんな状態なのは少しおかしいですね。とりあえずベルンダさんの話を聞きに行きましょう。これで全員集まりましたね。犯人が分かったって本当ですか？その通り、分かっちゃったんですよね。この中にいるでございますか？はい。あまり期待はできませんが、一応聞きましょうか。わかりました。まず、真っ先に考えたのは外部の人間の犯行です。だって、この屋敷の誰かが犯なんて嫌じゃないですか。
でも外部からの侵入だと警備員としての責任を追及されそうです。だから内部の犯行だと前向きに考えることにしました。あれ、ベルンド君もしやポンコツキャラ？なんですかそれ。当たり前じゃないですか。自分のせいだと思われたくありませんから。ちょっと無責任すぎないかい？まあ内容はともかく外からの侵入が難しいのはわかるよ。ハインツ、料理一筋、陽気な専属シェフ。料理5、適当4、塩少々。はい、警備体制を考えると。中庭の番犬は相当優秀ですし、かといって正面はベルンドさんがいますし。1階の窓の鍵は私とメイドで2度施錠の確認をしています。つまり旦那様がされた時、この屋敷に外からの侵入はできなかったと。そうなんですよ。自分はずっと食堂にいましたからね。玄関も中庭への扉もしっかりと確認できる場所です。外からの侵入は無理なんですよ。それは確かに。つまりこの屋敷の中にいた人間の犯行、そして最初に犯行現場にいた人間が犯人だというのはミステリーの定番。最近読んだ本の犯人もそうでした。つまり犯人はリンお嬢さん、あなたです。やっぱポンコツだ。え？だって扉には鍵がかかってましたし。私がお父様をなんてありえませんよ。犯人は必ずそう言うんですよ。最近読んだ本と同じです。さあリンお嬢様、自白してください。ひどいです。私がお父様なんてありえないことを証明します。ベルントの推理は穴だらけです。降ってくる推理をすり抜け、ベルントを否定しに行きましょう。あ、そういうミニゲーム。意外とゆっくりだね。何ですかその適当な推理は。そもそも私は気絶させられていたんですよ。それはほら、後ろ向きに倒れて後頭部を床にぶつければ。あ、後ろ向きに倒れたら一人で気絶できるかもしれません。へえ。はいはい、よし。よし。ゴードンさん。はい、リンお嬢様。私は仰向けに倒れていたんですか？いいえ、うつ伏せでございます。さすがゴードンさんです。よく見てくださってますということですが。でもうつらない意識でうつ伏せにはなれます。旦那様の首を切り落としたりする人間ならそのくらい気合でやれますよ。あ、まだ続くんだこれ。首を切り落としたりする人間のやることはわかりませんよ。へえ。よし。皆さん、首を切り落とすってそんな簡単にできることですか？ちょっと難しいと思いますよ。よくわかりませんけど。さすがに人間の首は切ったことないけど、動物の首を落とすのって結構大変だよ。リンちゃんみたいな女の子じゃ相当重労働だろうね。リンお嬢様は私と腕相撲で互角でございます。そんなことできる気がしませんでございまする。ベルント、それは推理ではなく妄言ですね。責任逃れもいい加減にしなさい。ゴードンさん、皆さんありがとうございます。すみません。本当にすみません。もし犯人が外から入ってきてたら自分のせいなのでクビにされると思って。でもほら、その前に犯人を捕まえればプラスマイナスゼロだし。
だから警察を呼ぶのも反対してたんです。大した根拠もないのにそんなことしないでください。で、警察を呼んでいないんですか？はい。でも自分が何とかしますよ。皆さんもお騒がせしました。何ですかその態度は。ヘルントさん、ひどすぎやしませんか？ちょっと常識を疑うでございます。ジョークですよ、ジョーク。ちょっとした、ほら。ジョークで済むことだと本気で思っているのかい？だとしたら、よっぽどのバカだよね。はあ、ちゃんと謝ったじゃないですか。自分が何をしたのか分かっているんですか？あろうことか、この屋敷の当主を犯人だと言ったのですよ。だから、間違いは認めたし、ちゃんと謝りました。このままでは、皆さんの雰囲気がどんどん悪く、きっと全員不安なんです。私がベルンドさんを許せばきっと。それに、ゴードンさんも言っていた通り、私はラインバイス家の次期当主。そうです。私がしっかりしないと、皆さんを安心させ、まとめなければ。大丈夫です。私は気にしてません。ですが、お嬢様。ベルンとお嬢様を侮辱したのですよ。私なら大丈夫ですよ。ベルンとさんも不安なんですよね。お父様を殺した犯人がまだ捕まっていないから。そうなんですよ。不安で怖くてたまらないんですよ。ほら、皆さんだって同じ気持ちですよね。だから、こんなことで言い争わないでください。ね。リンお嬢様がそれでよろしいとおっしゃるのならば、これ以上騒ぎ立てることはやめましょう。立派になられました。リンチェンがそれでいいのなら、僕も従うよ。個人的には許してないけど、ね。では、この件はこれで、ベルンとリンお嬢様に感謝することです。ありがとうございます。はい。とりあえず皆さん落ち着いたみたいでよかったです。せっかく皆さんが集まってますし、今のうちに皆さんのアリバイを聞いておきましょう。とりあえず全員の話は聞けたし、そろそろ戻らないとアルネ様も。アルネ様は私が不機嫌なことに全く気づきませんでしたね。人の心が分かってません。やっぱり吸血鬼だからなんでしょうか。私たち家族の思い出をどうでもいいだなんて。本当に今まで通りの接し方でいいのでしょうか。いつか大変なことになったりしませんかね。人間と吸血鬼、はあ、それにしてもお父様が殺されたというのに、なぜ皆さんこんなに落ち着いているんでしょうか。アルネ様ならその理由も。いえ、わかるわけありませんよ。はあ、すぐ人に頼ろうとする癖がついてますね。いけません。当主としてしっかりしないと。私が頼られるようにならないと。とにかく一度部屋に。お嬢様。どうしたんですか？あの。お伝えしたいことがあるので、私の部屋まで来ていただけますか？はい、わかりました。では、参りましょう。ちょっと。行っちゃいました。私も行きましょうか。あれ？凛ちゃんがなかなか帰ってこないから様子を見に来たんだけど、いないね。1、2、3、3人だけ？あ、1人はキッチンにいるから全員いるね。でも凛ちゃんは？アルネも鏡をポケットに入れたまま
何の反応もないし、これは何か起こるかもね。ゴードンさん、何か言いましたか？私にも聞こえました。ハインツさん、この声はハインツさんです。ハインツなら私たちに紅茶を入れると先にキッチンへ行ったはずです。行きましょう。暗いです。ハインツさん、大丈夫ですか？うわ、倒れてる。ハインツさん。ハインツ、すぐに他の者を呼んできます。お願いします。ハインツさん、大丈夫ですか？ああ、よかった。おっとと、いや、リンちゃん。ハインツさん、よかった。怪我はありませんか？急に後ろから殴られたんだけど、血も出てないし大丈夫そうだよ。一体誰が？ぐっ！今度はゴードンさん？行こう、リンちゃん。僕は大丈夫だから。はい。ゴードンさん、どうして、なんで、誰か。イライラする。もっと俺様に委ねろよ。お前が自分が誰かわかんねえみたいだから教えてやったんだろ。お前は俺様だ。俺様なんだよ。だから邪魔するんじゃねえ。死を楽しもうぜ。ノインテータは最強の吸血鬼だ。探偵なんてやらねえんだよ。人形は人形らしく俺様に従ってろ。次だ、次こそ。大丈夫ですか？突然後ろから殴られたようですが、幸いなことに怪我などはしていないようです。よかったです。リンお嬢様に心配をかけてしまいましたね。どうか泣き止んでください。はい。一体誰がこんなことを？それはハインツも無事なのですか？ゴードンさんと同じで怪我もなく、ただ気絶させられていただけです。それなら彼がいる時に話しましょう。今お嬢様に話したことをまたみんなに話すのも無駄です。でも、それにあまり覚えていないのです。そうですか。リンお嬢様、やっぱり探偵ごっこなどやめなさい。私やハインツのように危険な目に遭うかもしれないのですよ。お嬢様の身を心配しているからこそこうして言っているのです。探偵ごっこなんてやめなさい。でも私は、そうですか、わかりました。私がリンお嬢様をこの部屋に呼んでいたことを覚えていますか？はい、覚えてます。こうか不幸か二人きりですし、それについてお話しします。お願いします。旦那様に関することなのですが。私のお父様？実はいつかこんなことが起きるのではないかと思っていたのです。そうなんだ、予測してたんだ、ゴードンさん。そんな。この屋
屋敷にいる人間のほとんどが旦那様を憎んでいたんですよ。そうなんだ。なんかあんまりお屋敷の人たちに、まあ、凛ちゃんに対しては冷たかったけど、他の人たちに対してはなんかすごい暴言吐いたりとかっていう描写はなかったけど、なんかあったのかな。奥様が亡くなられてから2年、壊れるには十分な時間です。旦那様が変わってしまったのはお嬢様もよくご存知でしょう。はい。あれ以来ライン・バイスケは変わってしまいました。旦那様の娘でありこの家の当主となるお嬢様は知っておくべきことです。お辛いとは思いますが聞いてくださいますね。はい。さて誰のことを話しましょうか。一番近しいのここじゃないかな。メイドさんたち。ディアナとエリーゼのことを教えてください。ディアナとエリーゼ、タイプは異なりますが二人とも見た目が優れているでしょう。ラインバイス家に来る他の貴族をもてなすのは彼女たちの仕事でした。といえばわかりますかね。それってお嬢様が考えている以上に貴族の世界というのは汚いものです。そういうこと。なんか思ってた以上にヘビーな内容っぽい。ディアナのことを気に入った貴族が一人いましてね、譲ってくれとも言われていました。その結論が出る前に旦那様はされてしまいましたが、エリーゼは彼女は不器用ですからよくミスをしては暴力を振るわれていました。そうなんだ。お父様は裏では結構な人なんだな。凛ちゃんショックだろうな。そんなことがひどい。ひどいですね。ですが今後はそれを止めることができますよね。私がさせません。そんなことは許しません。それでいいのです。私たちを生かすも殺すも当主である凛お嬢様なのです。はい。さて誰のことを話しましょうか。警備員のベルントさんと庭師のカイさんについて教えてください。彼ら二人はメイドに恋をしていました。恋が5ってそういうこと？庭師のカイはディアナ、そしてベルントはエリーゼを持っているようです。二人はディアナとエリーゼがさせられていたことを知っていたんですか？わかりません。本来は私と旦那様だけしか知り得ないことです。彼女たちが話さない限りは。カイは一度旦那様にディアナと交際させてほしいと頼んだこともありますが、身の程を知れと笑われたみたいですね。警備員のベルントは彼はエリーゼにいろいろと貢いでいるようですが、ここだけの話ですが、倉庫から物を盗んで売っていると私は睨んでいます。ベルントさんが。なんだかエリゼからベルントにもらったものを見せてもらったのですが、とても高額なものばかりでした。ベルントがいくつも買えるとは思えません。それにあんな人間だとは思ってもいませんでしたよ。お嬢様を犯人などと。そのことはもういいんです。でもその理由だけで決めつけるのは。私は夜眠る前に倉庫の中身をしっかり確認しています。しかし翌朝になると物がなくなっていることが多々あるんですよ。
夜に屋敷を自由に動けるのはメイドか警備員ですが、メイドの二人はほとんど屋敷から出ることもありませんし。だからベルントさんが怪しいということですか？ええ、私はそう思っておりますし、そのことは旦那様にも伝えておりました。そうですか。さて、誰のことを話しましょうか。シェフもなんかあるのかな。シェフのハインツさんについて教えてください。シェフのハインツに関してはよくわかりませんね。自分が作る料理のことしか考えていないような男です。ただ自分が作った料理に絶大な自信を持っているようですから。ああ、お父様結構残してたもんね。毎回完食しない旦那様にはプライドを傷つけられたと思っているかもしれません。でもハインツさんはキッチンで倒れていて。そうですね、彼を疑う必要はないとは思いますが、念のため。これで私がお嬢様に伝えたかった内容は全て話しました。そんなこと私は全然知りませんでした。ご自分を責める必要はありませんよ。今まではリンお嬢様は知る必要がなかったことです。今までは。これからリンお嬢様は当主として直接使用人を管理する立場になられます。探偵の真似事をしている場合ではないのですよ。もしかしたらお嬢様は私たちの中に犯人がいると考えていたかもしれませんが、私とハンイツが襲われた状況を考えても、現在屋敷にいる6人以外が犯人なのは明らかです。危険なことは私たち大人に任せて、お嬢様は今後のラインバイス家について考えてください。私も全力でサポートさせていただきます。お嬢様どうなさいました？私のお父様は、優しいお父様は、2年前からどこにもいなかったんですね。それだけでなく、私が今まで見ていたものは綺麗な部分だけで、ディアナやエリーゼのことも全く知りませんでした。だって前と変わらずに私に接してくれていましたから。私が当主になる私だけが二人を、みんなを守ることができるんですよね。でも一つだけ教えてください。皆さんはお父様が殺されて。ほとんどが喜んでいるのではないでしょうか。旦那様のせいでここ数年貴族としての地位が下がりつつあるラインバイス家ですが、今回の件が広まってしまうとさらに権力を失ってしまうのは明らかです。リンお嬢様のためにもここは内々に。おや、誰か来たようですね。リンお嬢様、さっき話したことはくれぐれも他の人間には秘密ですよ。入りなさい。おや、リアナ、どうしましたか？お話し中すみません。ハインツさんが紅茶を入れてくださいました。少し落ち着いて状況を整理しませんか？そうですね。私ももう起き上がれますし、行きましょうか。本来は使用人と当主が同時に席に着くことなどありえませんが、このような時なのでお許しください。いえ、構いません。ハインツさんは座らないでいいんですか？うん、怪我もしてなかったし大丈夫だよ。それよりもみんなに美味しい紅茶を振る舞う方が元気が出るからね。って、リンちゃんどうしたの？僕よりもよっぽど顔色が悪いけど。何でもありません、大丈夫です。そっか、おかわりもあるから遠慮なく言ってね。はい。それよりも一体誰が二人を襲ったでございますか？もしかして
まだ屋敷の中に。それはありません。自分がちゃんと見回りをしておきましたから。もうこの屋敷の中にはいませんよ。それに二人を襲った犯人も大体わかってますしね。だってハインツさんが襲われる前まで全員一緒に2階にいたじゃないですか。ベルンタさん、またそんな軽率なことを。あ、大丈夫だよエリーゼちゃん。もうお嬢様が犯人なんて言わないから。私が言いたいのはそうじゃないでございます。僕も姿は見ていないんだよね。背後からいきなりガンってやられてさ。残念ながら私も姿は。でも中庭へと出て行ったのはドアが開く音で分かったよ。いつ入ってきたか分からないんだけどね。紅茶を入れるのに集中しててさ。あとこれは関係ないと思うんだけど、鳥が羽ばたくような音が聞こえたな。鳥が羽ばたくような、バサバサバサって。何か心当たりでもあるの？いえ、特には。まさかアルネ様。私も気づいたら後ろから。ですが玄関へと続くドアが開く音がしました。それと最後に小さくリンお嬢様の名前をつぶやいていたような気が。私の？あ、いえ、おそらくお嬢様の身を案じていた私の空耳でしょう。不安にさせるようなことを言って申し訳ございません。いえ、私のことを知っているとしたらどう考えても。アルネ様、どうして？まあまあ、玄関の鍵も自分がしっかりとかけておきましたから、もう完全にこの屋敷の中には入れませんよ。そうだといいのですが。いや、もうこうなったらこの場にいない庭師の会が犯人ですよ。そうとしか考えられない。あ、ディアナちゃん。カイさんはそんなことしてません。やだな、冗談ですよ。そういえば二人ってそういう関係でしたね。羨ましい。まあディアナさんはいろいろさせられてたみたいだし、旦那様してもらえてよかったんじゃないですか。ベルント、怒ってます、分かってます。はいはい、すみません。でもほぼ確実でしょ。確かにこの場にいないカイさんを疑いたくもなりますよね。疑うっていうか事実じゃないですか。この中に犯人なんていないならそうとしか考えられない。そうですよね、そう考えたくなりますよね。でもベルントさんだって後ろめたいことありますよね。リンお嬢様や私たちに矛先を向けたくなるのもわかります。は？何言ってるんですか。ディアナもやめなさい。ゴードンさん、ここははっきりとさせておきましょう。ベルントさんが倉庫から宝石類を盗んでるって。は？バカなことを言わないでくださいよ。すみません、隠していたつもりだったんですか。それならもっとこそこそと行動してくださいよ。私何度も目撃していますよ、あなたが深夜倉庫に入るところ。それは警備ですよ。本当ですか。エリーゼがあなたからもらったってよくアクセサリーを見せてくれますけど、どう考えてもあなたの収入じゃ手が出ないようなものだと思うんですよね。だからって人を泥棒扱いかよ。エリーゼだっておかしいと思ってませんでしたか。こんなクズがあんな高価なもの買えるわけありませんよ。そんな私は何も知らなかったでございます。それはそうですよね、知ってたら共犯ですもんね。当然知らないって言いますよね。うわ、めっちゃ怖っ。本当でございます、信じてくださいでございます。さて
でしょ。エリーゼだって旦那様を憎んでいたでしょ。お客様がいらした時は必ず泣きながら戻ってきましたもんね。旦那様さえいなくなればでしたっけ。それはディアナだって同じでございます。だったらハインツさんとゴードンさんだってよく夜中まで二人でお話しして怪しいでございます。あれは旦那様の健康を考えて食事の内容を話し合っているだけだよ。エリーゼ、話をそらそうとしないでください。だって私は。おい、やめろよ。エリーゼちゃんが犯人とかありえないだろ。はあ、エリーゼは守ってもらえていいですね。そうやって旦那様もエリーゼのためにしたんですか。この女。うわ、なんだよ、邪魔するな。はあ、僕が入れた紅茶が台無しだよ。で、これどうするの。どれだけ僕がみんなのことを考えながら美味しく入れたと思ってるの。知るかよ、メイドに掃除でもさせろよ。え、何言ってるの。ちゃんと舐めて味わってもらわないとせっかく用意した意味ないだろ。お前何言ってんだ。殴られておかしくなったんじゃないか。あれ、伝わらなかった。だから舐めて最後まで味わえって言ってるんだけど、狂ってやがる。さっきから不快なことしかしないやつよりはマシかな。ほら舐めなよ。いい加減に。いい加減にしてください。何ですかこれ。こんなの皆さんひどすぎます。わけがわかりません。ハインツさんとゴードンさんが襲われた時は皆さん一緒だったじゃないですか。犯人はこの中にいないんですよね。それなら争い合う必要なんてないじゃないですか。リンお嬢様の言う通りです。全員座りなさい。座れと言っているんだ。申し訳ございません。少し部屋で頭を冷やしてきます。あの私は。エリーゼ、ごめんなさい、言い過ぎましたね。そうですね、確かに少し頭を冷やす時間がそれぞれに必要みたいですね。なってしまいました。そしてお父様が殺されてさらにおかしくなろうとしています。私がしっかりしないと。皆さんをまとめないと。ラインバイス家の当主は私だから。ちゃんとしないと。皆さんを守らないといけないのに。お、アルネの方になった。これってあれかな、まだナハチエラいるんだよね。いつの間にこの部屋に。リンラインバイスもまだ戻っていないのか。おい、ジシェ。何？説明しろ。何を？隠し部屋で血を飲んだ後から記憶がない。俺は何をしていた。知らないよ。だってあるね、鏡をポケットに入れっぱなしなんだもん。寝てたんじゃないの。買えないやつだ。うわ、ひどいな。もし君が何かしてたとしても僕には見えなかったんだからね。アルネは普通の鏡には映らないんだから。うん、なるほどな。ところでリンラインバイスは何をしている。わかんないけど食堂にいるんじゃないかな。
主婦っぽい人とメイドさんたちが紅茶を運んでたし。ふざけるな。何をのんきにお茶など飲んでいるんだ。そんなこと言ってもさ。散歩に行ってくる。散歩？この屋敷の中を少し歩き回る。うまいこと頭が働かない。人間に見つかりたくないからこの部屋にいるんでしょ？なーに、見つからなければ全く問題ない。もうそろそろスリルという刺激も欲しいと思っていたところだ。ま、僕は止めないけどね。それではぐるっと一回りしてくるか。いってらっしゃい。で、僕もどうせついていくんだけどね。今度はポケットにしまわないでよ。おや、アルネのまんまだったね。隠れてるだけかな。乗り移られてる時の記憶はないんだね。曲も別に必要ないんだ。こっちも？そういえば屋敷の人間たちはこの先に集まっていたんだよな。そうだよ。今は誰もいないから行っても大丈夫だよ。行く意味があるとは思えないし、特に目的もないが。まあ行ってみるか。待機室。この絵誰だろう。つまらん。まだ何もしてないよね。何かをするほどやる気もない。何それ。まあそんなアルネにいいお知らせがあるよ。一体なんだ。君がこの部屋に入ってきた方向とは逆からメイドさんが一人向かってきてるよ。おい、それのどこがいい知らせなんだ。暇じゃなくなる。なるほど。とはいえさすがに姿を見られたくはない。とりあえず身を隠すか。どこかに隠れよ。急だな。こんな進まみれになりそうなところに入ろうとは思わないな。言うと思ったから言ってみた。ここじゃないとすると、この後ろとか。どこに隠れんの。身をかがめてひれ伏す姿勢など、俺がやるわけなかろう。ですよね。どこ。頭隠してなんとやら。これでは丸見えだな。他になくない。普通に部屋の外出ていいんか。この屋敷はメイドが警備までするのか。あれは。おい、ジシェ。なに、アルネ。あの客間までリンラインバイスを連れてこい。でもリンちゃん、鏡がある部屋にいないみたいだよ。なんだと。タイミングが悪いやつめ。あ、待って、なんとかなりそう。そうか、ならば頼む。はーい、行ってきます。面白い展開になることを期待しているぞ、リンラインバイスよ。リンお嬢様、落ち着きましたか。はい。では改めまして、これからのことを話したいのですが。さすがに出て行った二人も呼び戻した方がよくない。そうですね。ではハンイツ、あなたはベルントを連れてきなさい。僕が。それ本気で言ってる。そうです、あなたです。まあいいや。じゃあちょっと呼んでくるよ。エリーゼ。はい、でございます。
ディアナをお願いできますか？つまり、私がディアナを呼びに行きます。いえいえ、そのようなことをお嬢様がする必要は。少し体を動かしたい気分なんです。さすがに走り回ったりはできませんから、ディアナを呼びに行くぐらいさせてください。お嬢様がそう言われるのであれば。エリーゼもちょっと顔合わせづらいみたいですしね。リンお嬢様、ありがとうございますです。いえいえ、ディアナとエリーゼは同じ部屋ですよね。お邪魔しますね。同じ部屋なんだ。同じ部屋ってことは、結構お互いの行動は筒抜け状態ってことか。この状況を何とかするのがラインバイスケの当主の役目ですよね。犯人は本当にカイさんなんでしょうか。とりあえず部屋に戻っているディアナを呼び戻しましょう。皆さんと仲直りできるといいですが。いえ、その手助けをするのが私の当主の役目ですよね。ディアナ、私です。リンです。あれ？ディアナ？鍵はかかってませんね。まさか。ディアナ？あれ？いない。どこへ行ったんでしょうか。リンちゃん、リンちゃん。この声は自主ですか？そうだよ。ちょっと伝えたいことがあるから、鏡の前までおいでよ。あ、わかりました。やっほー、リンちゃん。ジシェ、どうしたんですか？こっちこそどうしたのだよ。全然戻ってこないんだもん。すみません。いろいろとありまして。アルネが遅いって怒ってたよ。アルネ様が。そうだ。アルネ様が屋敷の皆さんを襲ったりなんてことは。アルネがそんなことしたの？あ、いえ、ジシェが知らないのならいいんです。まあそうかもしれないね。何か知っているんですか？別に、そうだったら面白いなって思っただけだよ。それよりも、アルネから伝言を預かってるんだけど。教えてほしい？伝言ですか？それなら、はい、教えてほしいですが。どうしよっかな。じゃあ、僕を楽しませてくれたら教えてあげる。楽しませる？そうそう、なんだかリンちゃん思い詰めた表情なんだもん。もっと楽しそうにしてよ。そんなこと言われましても、とても楽しめる状況では。じゃあ教えてあげなーい。背が高い方のメイドに関することなんだけどな。ディアナのことですか？ですか。まあいいや。そのままダジャレとか言ってみようか。ダジャレですか？そんなことより伝言は。やらないの？僕は別に伝言を伝えなくてもいいんだけど。わかりました。やります。やらせてください。そうこなくっちゃ。僕が最初に言う言葉に続けて、リンちゃんがダジャレを言うっていうゲームだよ。元気に参加してくれないとしらけちゃうからね。よくわかりませんが、ここはジシェの言う通りにしましょう。例えば僕が、布団がって言ったら、リンちゃんが、吹っ飛んだ。で、いいんでしょ？模範的な答えだね。でも僕は少しひねくれた答えが好きかな。例えば、ベッドベトとかかな。布団なのにベッドみたいな。なるほど、ややこしい。これなら心配ないかな。すごくくだらないからこそ面白いと思わない？わかる気がします。ダジャレのリンちゃんと呼ばれた実力を見せてあげますよ。最高にダサ
さくて素敵。オッケー、リンちゃんも乗り気だし、それじゃあ始めよう。テンポが悪くてもしらけちゃうから5秒以内に答えてね。それに毎回無理をしてひねくれた答えを考える必要もないからね。了解です。電話に出てる。出るって電話を意味するテレフォンの略だよね。いい感じだよ、リンちゃん。傘を、重ねる。うん、グッドか。ヒラメがカレーを食べる。あれ、なんで？あ、押せなかったからか。こんなくだらないことを本気でやってるリンちゃん。ダジャレは普通だったけど、リンちゃんが面白かったからいいかな。オッケー、教えてあげる。なんか納得できませんが、教えてくれるならいいです。じゃあ、アルネからの伝言だけど、あ、忘れてました。お願いします。今すぐ2階の客間に来い、だって。今すぐ？そう、今すぐ。自主のせいで、絶対に今すぐから遅れてますよ。僕もすぐ教えるつもりだったんだけど、リンちゃんがあまりにも辛そうでさ。少しは気分転換できた？あ、心配してくれたんですね。どうだろうね。単純に意地悪をしただけかも。それもありえそうですが。でも、ありがとうございます。どういたしまして。ほら、そろそろ行ったら？まあ、今さら急いだところで遅れることには変わりないし、急がないでもいいんじゃない？もう、遅れたのは自主のせいですよ。知らない。じゃあ、アルネのところで待ってるね。はい。ではまた後で。アルネ様とずっと一緒にいるはずの自主が知らないってことは、ハインツさんやゴードンさんを襲ったのは、アルネ様ではないかもしれません。とりあえず、会わないことには何もわかりません。そうだ、アルネ様に会うのなら、現状を伝えた方がいいですね。もう必要ないかもしれませんが、一応皆さんのアリバイも、時系列ごとに細かく整理する余裕はなさそうなので、とりあえず重要そうなことだけでも。証言。これは皆さんが、お父様が殺される前後に何をしていたのか、一言でまとめてみたものなんですが、この中で一番気になるのはやっぱり、少女は使用人たちの証言に何か違和感を感じたようだ。リンが一番気になっているであろう発言をクリックして選びましょう。これなのかな？ずっとキッチンにいたハインツさんの証言ですね。ハインツさんはキッチンの窓から人影を見た気がすると言っていましたが、見た気がするというのは、中庭の番犬が全く吠えなかったからだそうです。あの子たちは優秀なので、人が来たら基本的に吠えて追い出そうとします。その鳴き声が聞こえなかったから見間違いかもしれないと言っていました。でも気になります。これは覚えておいた方がいいかもしれません。ずっと食堂にいた。なんで食堂だったのかは気になるかな。ベルントさんはずっと食堂で警備をしていたらしいのですが、エリーゼもゴードンさんもキッチンへ行くところを見たそうです。キッチンにいたハンイチさんも二人に会っているので、それは間違いなさそうですが、あれ？おかしいですね。この発言、矛盾してませんか？三人の発言にはどこか矛盾があります。その部分の文字をクリックしましょう。右下の思考を押すことで、リンがさらに発言してくれます。思考をしてもミスにはなりません。もうちょっとヒントもらおうか。ディアナとエリーゼは二人一緒にこの部屋を使っているんですが、それなのに。なるほどね。一人か。同
じ部屋を使っているのに二人とも一人だったと言っています。やった。どちらかがまたは両方が嘘をついている。これはどういうことでしょうか。ディオナ、このことについても話せるといいのですが。客間と言いましても二つあるんですよね。一体どっち。この部屋から声が。アルネ様とジシェでしょうか。あ、この声はディオナとカイさん。どうしてカイさんがここに。どうしてだよ。もう二人の邪魔をするやつは死んだんだ。君はもう自由なんだよ。はい。まさかディアナさんに惚れていたとは。だから何回も言ってるじゃないですか。無理なんですよ。私がここから出るなんてできるわけがないんです。今日はもう帰ってください。誰かに姿を見られたら。だから大丈夫だって。あ、リンお嬢様、どうして。ディアナ、今カイさんと何を。違うんです。カイさんは何もしてません。お願いです。ここでカイさんを見たことは秘密にしてください。ただでさえカイさんが疑われているのに。お父様が死んで二人を邪魔する者がいなくなったって言ってたじゃないですか。違うんです、リンお嬢様。ディアナ、あなた嘘をついていたんですね。お父様が殺された時ずっと部屋にいたと言っていましたが、カイさんがいるのを見て分かってしまいました。お嬢様。ディアナには本当のことを喋ってもらいます。カイさんはお父様がされた時もここに来ていましたよね。そんなわけありません。ここに来たのはさっきの一度だけです。カイが来ていたと考える理由を示せ。シェフのハンイチさんがお父様がされる前に中庭を通る影を見たんです。それはベルントさんじゃないですか。警備員のお仕事をしていたんですよ。ベルントさんじゃないのは明らかなんですよ。なぜなら案件が吠えなかったから。我が家の番犬は私とお父様、そしてカイさん以外には吠えるんですよ。リアナも知ってますよね。それは、でも中庭から屋敷の中に入るには食堂の扉を通る必要があります。そこには警備員のベルンタさんがいたわけですし。今さら何を言っているんですか。さっきまで2階の客間にいたじゃないですか。誰にも見つかりたくないからわざわざ2階で会ってるわけですよね。カイさんならできるじゃないですか。あれを使えば。はしごね。はしごに決まってるじゃないですか。あんなのカイさんしか用意できませんし。でも夜にこっそり会うぐらいいいじゃないですか。そうですよ、夜にこっそりとしか会えないから。それが動機につながるんです。思いなんですよね。でも望まない相手に、そして望む相手と結ばれない。私にはまだ恋愛はよく分かりませんが、すごく辛いことですよね。ディアナ、本当のことを教えてください。このままでは私は本当にディアナたちがお父様を殺したと思ってしまいます。もしそれが間違いなら正直に。わかりました。リンお嬢様には本当のことをお伝えします。そろそろリンラインバイスが客間に着いた頃だな。お、なんだリンお嬢様が。くそ、今日は出直しだ。あいつは確か
容姿だったよな。なるほど、あいつなら犬に吠えられることなく侵入ができるってわけだ。人前に出たくないとは言ったが、さすがに逃がすわけにはいかないな。仕方ない、引き止めて話を聞くか。とはいえ敷地の外に出られたら厄介だ。リンラインバイスに渡していた合鍵が消滅してしまったからな。あれは俺が自由にこの屋敷に入るための鍵としての役割もあったんだが、それがなくなっている今、俺が敷地から外に出てしまうとまた入るには許可がいる。ならば中庭で捕まえるしかないか。追っかけっこ？吸血鬼はその姿をコウモリへと変え、逃げる庭師の行く手を阻んだ。結構バレバレの行動するね。大丈夫なのかな？コウモリ？なんでこんなところに？え、姿を現すじゃん。なんだお前は。そう怯えるでない人間よ。少しお前に聞きたいことがあるだけだ。化け物か。危害は加えないつもりだが。ひまあ落ち着け人間よ。待て、今は表に回られたら困る。リンラインバイスがどこまでを家と認識しているか確認していないんだ。あいつが玄関を出たら外と思っていたら都合が悪い。中庭が例外なだけかもしれない。まったく。拘束させてもらうぞ。吸血鬼が生み出したコウモリは逃げる庭師に追いついた。うわ、抗うほど溺れるようにその身の自由を奪う。おお、かっこいい。話せ、助けてくれ。そう騒ぐでない人間、少し話を聞きたいだけだ。そんなこと嘘に決まってる。化け物め、リンラインバイスのせいで忘れていたが、人間はこういう反応するんだったな。俺をどうする気だ？殺すのか？さて、どうしたらおとなしく話をしてくれるか。ぬるいぜ、俺様。何？俺様はそんなにアマちゃんだったか？思い出せよ。最強さんよ。ほら、俺様が手を貸してやるからよ。やばそう。また乗っ取られちゃうかも。あ、やばい。それもそうだな。人間よ、知っていることをすべて話してもらうぞ。なーに、安心するがいい。おとなしく口を割りさえすれば殺しはしない。そうだそうだ、暴力って最高だよな。雑魚なんか力で支配すればいいんだよ。殺しちまってもいいんだぜ。あ、カイさん大丈夫かな？駆け落ちですか？はい、実はあの駆け落ちですか？はい、おそらくリンお嬢様が考えているあの駆け落ちです。ベルントさんがされた旦那様を見つけて悲鳴を上げた時、私はカイさんとここで会っていました。この屋敷から逃げようとカイさんが計画してくれたんです。どうやって逃げ出すかは知らされていなかったのですが、あの時間にこの部屋に来てくれと。
うしてそれを初めから言ってくれなかったんですか？言えるわけありません。私たちが疑われるのは分かりきっています。お嬢様だって今も。でも信じてください。私たちは旦那様をしたりなんて、それにハインツさんやゴードンさんを気絶させる理由もありません。確かに二人が襲われたことを不自然だと思います。でも本当に二人が逃げ出すつもりだったら、ベルントさんの悲鳴なんて無視して逃げればよかったんです。だから教えてください、どうして逃げなかったんですか？それは2階から降りるなんて怖すぎるからです。はい、無理に決まってるじゃないですか。こんな高いところ、まさかここからはしごで降りるなんて案を出してくるなんて思ってませんでした。あの人何考えてるんですかね。知らないわけないのに、私テラスにすら出られないんですよ。ああ、ディアナ、極度の高所恐怖症でしたよね。そうなんだ。じゃあディアナは完全にお父様の案件から外れるのかな。そうなんですよ。だから私言ったんです。ここから降りるぐらいなら地面に穴を掘ってそこから出ますって。本当にありえませんよ。世界が全て平地になればいいのに。そして建物は全て1階建てにすべきです。じゃあさっきカイさんは何をしに来ていたんですか？別の案を考えてくるからもう一度この時間に来てくれと言われてまして。そしたら考えてきた案が目隠しして降りるですよ。はぁ、アホですよね。それは、はい、そうですね。この際だから全部話してしまいますが、私、恋愛に関しては障害があればあるほど熱くなるタイプなんです。はぁ、望まないことを強制させられる私を連れ去ろうとする愛しい人。このシチュエーションって素敵ですよね。はい、その展開は憧れます。まるでロミオとジュリエットのような結ばれない恋。結ばれないのであれば二人で共に死んでしまおう。ディアナとカイさんはそこまで深く愛し合って。はい、ですからきっと。それをリンちゃんの前で言うのはどうなんだろうか。え、あ、勘違いしないでくださいね。私たちがしたとか言うんじゃないんです。旦那様はあれだけ奥様のことを愛していたんですよ。死ぬことで奥様と同じ場所に行けてきっと喜んでいるんじゃないですか。ティアナ、リンお嬢様もそう思いません？私実はずっと思っていたんですよ。なんで死なないのかなって。一体何を。それにリンお嬢様だって旦那様のためにお嬢様を強制されていましたよね。もうそんなことしないでいいんですよ。強制だなんて、私は自分の意思で。屋敷の皆さんもあの旦那様には本当に困っていましたし、ゴードンさんとハンイチさんを襲った犯人ももう屋敷から出てるみたいじゃないですか。これで終わりでいいんじゃないですか。そんなことありません。本当にカイさんでないのなら一体誰なんですか。私が、すみません。リンお嬢様は旦那様の死を悲しんでいらっしゃることを忘れておりました。でもリンお嬢様もそう思いませんか。きっと旦那様も向こうの世界で奥様と幸せになれたんだって。何を言っているか私には理解できません。カイさんのことはみんなには言いませんから、この部屋から出て行ってください。今すぐに。申し訳ございません。そこまで気分を害されるとは。いや、害すだろうよ。今すぐ出て行きます。待て、女。うわ、とうとうディアナの前にまで出てきちゃった。カイさん、アルネ様。うわ、結構ボコボコにやられてるじゃん。その場で動くな。こいつを殺すぞ。大声を上げても同じことだ。アルネ様、なんてことを。
お前は黙っている、リン・ラインライス。俺はそのメイドの女に言っているんだ。わかったか？はい、アルネ様。さて、女、この男の運命は俺に握られているわけだが、リン・ラインバイスに話した内容に嘘はないか？ありません。俺はこの人間から話を聞いたが、食い違いがあればどちらかが嘘をついているということだな。その上でもう一度通すの。嘘はないか？本当です。嘘はついていません。だからカイさんにひどいことをしないでください。アルネ様、もうやめてください。なんでそんなことを。信じてやるとするか。ほら、手当てでもしてやれ、女。カイさん、大丈夫ですか？カイさん、俺がテラスにいたら、あの男が急に飛び出してきたからな。たっぷりと話を聞いておいてやった。事件解決につながるといいな。アルネ様、やっぱりアルネ様がハンイチさんたちを。ん？ああ、そうだそうだ。楽しい見せ物を盛り上げようと思ってな。いい感じに疑心暗鬼になってるみたいじゃないか。俺の演出も効果はあったみたいだな。演出？なんでそんなことを。なーに、ちょいとばかしスパイスを加えてやったんだよ。俺が襲った人間どうせ死んでないんだろ。ならいいじゃねえか。まあこの体をうまく使いさえすれば首ぐらい飛んでてもおかしくなかったかもな。楽しめただろ。いいよな、暴力ってやつはよ。お叩いた。一体何をしてるんですか？おお、もうちょっと急展開。もうちょっとだけ進めようかな。俺様の血以外を使って能力を発動させることで相対的に俺様の血の濃度が上がるまで。そしてそのタイミングで俺様が体の主導権を奪ってやろうと思ったんだがな。そこまでうまくはいかねえな。どうしても思考が混じっちまう。自分が誰なのかわからないくせに探偵であることに強いこだわりがあるみたいだな。どっからしたい俺様とは探偵ごっこをしたい俺様が混ざり合ってわけわかんない状態だ。あの程度で満足できるかよ。俺はどっからしてんだよ。いい加減俺様に体も心も残せなあ、俺様よ。それにしても見てみろよ、ちっこいガキが震えてるぜ。俺様は怖がってるんだろうな。叩かれた瞬間、叩かれた瞬間心の中でこんなに喋ってたの？一体何を？なあ？本当だな、リン・ラインライス。なんだよ。うわ、打ち勝った？本当に何をしているんだ？こんな隠したに完全に気を抜いていた。なるほど、こういうことがあるのだと覚えておくよ。おい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 、随分の扱いじゃねえか。お前は俺様だろ。仲良くやろうぜ。確かに俺は誰なのか気になることではあるが、一つだけ確かなことがある。貴様は俺ではない。
駄無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 駄、お前の攻撃なんぞ俺様には効かねえ。何を言っているんだ、今逃げたではないか。初めてお前に会った時も避けていたしな。俺の血でできたフォームを吸収したから体の色が赤くなったのかと思ったが、そういうわけじゃなさそうだな。はあ、そんなわけねえだろう。なるほど、その通りのようだな。体の色が赤い状態は連続で使えないんだろう。全然使えるし。貴様、ただのバカではないか。本当にそうなのか。俺様をバカにするな。もういい、してやるよ。吸血鬼に向かって殺すと言われてもな。俺様がこの場でお前の血を全部飲み干せば、たとえ俺様の心臓がなくとも、俺様がお前を取り込み、お前の体の支配権を得ることができるんだよ。なるほど、この体はそういう仕組みか。ということは、やはり一つだけ残った心臓、それの持ち主が。面白い。俺の体に残る貴様の血すら、アルネのインテーター様が飲み尽くしてくれよう。お？なになに？急にバトルもの？どうすんの？なんか陣取りゲームみたいな感じか。あのようなやつに二度もこの俺が不覚を取るとは思えないが、一度あいつの動きを観察してみるか。力技などこのアルネ様にはふさわしくない。戦いとは相手を完全に攻略してこそ楽しむことができるのだ。アパチェーラ、攻撃方法を果てる。さて、今回の攻略対象となる相手だが、複雑な攻撃をできる頭脳があるとは思えないな。体の色が変化する仕組みだけを解明すれば良さそうだ。吸血鬼は相手の体の色が赤から黒に変わるタイミングをじっくりと観察してみた。なるほど、体の色が元に戻るトリガーとなるのは今当たった瞬間になったよね。衝撃、つまり一度攻撃を受けるとしばらく元に戻るわけか。合ってた。確かにあの突進は威力がありそうだが、見切れないほどではない。あれだけの速度で自由に動き回ることができるとしたらなかなか厄介だが、もう一度観察してみるか。俺の攻撃が奴の体に当たる場所、そこをしっかり見ることが重要そうだ。さっきと同じタイミングで体の色が戻るのであれば、その場所に罠を仕掛けさえすれば楽に攻略できそうだしな。ここか。おい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 、今更命乞いをしても無駄だぜ。やはり俺の推測は間違っていないようだな。バカ正直。いや、バカだからか。さっきと同じ攻撃パターンだ。方向転換などはできないらしい。ただ一直線に突進するのみ。完全でない状態では複雑な思考ができないのかもしれない。まあそれはどうでもいい。あの辺りに罠でも仕掛けておけば勝手に引っかかってくれるだろう。吸血鬼は2度の観察の結果から体の色が黒に戻るであろう場所に罠を仕掛けた。ということはここか。ここにする。今だ。よし。ち、考えやがったな。だがこんなのはどうだ。うぃ、どうだどうだ。見えなければ罠も仕掛けようがないだろう。確かにさっきよりは分かりづらいが、姿を現す時が狙い目だな。透明のまま攻撃してくればいいものを、そこまで考えが及ばないのか。まあこちらとしてはありがたい限りだ。
念のためもう一度だけ観察をしてみるか。パターンは分かったし、あいつがバカだということも分かった。遠慮なくあそこに罠を仕掛けるか。ここかな。ここだな。ここだ。よし、成功。自分の血に勝つ、いまいち意味がわからないが、まあ当然だよな。俺様はお前の中で俺様の本体が蘇ることを待つとするぜ。せいぜい探偵ごっこを楽しむことだな、お人形さんよ。面白い。できるものならやってみろ、ナハゼラよ。この俺をもっと楽しませろ。人形か。めちゃくちゃ気にしてる。俺は自分の意思で考え行動しているつもりなのだがな。だがこうやって考えていることすら俺の中にある血に支配されているだけかもしれない。我ながら随分と愉快な体だな。まあこのことはおいおい考えるとして、何か忘れている気が。そうだよ、表では凛ちゃんに叩かれたんだよ。はい、怒られた。カイさんをあんなひどい目に遭わせて、それにゴードンさんとハインツさんまで。ラインバイスケの次期当主として私の家の人間に手を出すことなど許せません。私が守ります。聞いてるんですか。あ、いつの間にこんなところに。おお、リンラインバイスではないか。どうした、腹を立てているようだが。いまいち状況が。私の話を聞いていなかったんですか。やっぱりあなたは残酷な吸血鬼なんですね。何を言っている。俺が吸血鬼だということはよく知っているだろう。ん、待て、リンラインバイス、思い出したぞ。あれはもういいです。説明は後でしますから、今はとにかくカイさんをベッドへ。やめてください、ディアナ。そんな、私誰にも言いませんから。だからカイさんに近づかないでください。わかりました、すみません。アルネ様、この部屋から出ますよ。うん、少しぐらい俺の話を聞け、リンラインバイス。てください。なんだ。出て行ってください、今すぐに。それはどういう意味だ。そのままの意味ですよ。顔を見たくありません。あんなひどいことをする人だとは思っていませんでした。あなたを信頼した私が愚かでした。だから待て、リンラインバイスよ。まあそれが依頼人であるお前の望みなら仕方ない。あ、そのなんだ、すまなかったな、リンラインバイスよ。違うんだよ、アルネが悪いんじゃないんだよ。私もう分かりません、アルネ様のことも皆
ことも。ゴードンさんやハインチさんを襲ったのがアルネ様なら、何一つ進展なんてないじゃないですか。皆さんがお父様が殺されたことを喜んでいると知ってしまいました。今まで分からなかった皆さんのドロドロとした感情を知ってしまいました。もう何もかもがめちゃくちゃです。私一人だけが悲しんでいるんですか。私が、それでも私がしっかりしなくちゃいけないのに。私は当主になるんだから、ラインバイス家の当主として皆さんを守らないといけないんだから。そのためにお嬢様にもなろうと努力してきたのに、私は一体どうしたら。もうわけがわかりません。いっそもうこのままお父様を殺した犯人探しなんてやめた方が、その方が皆さんのためにも。リンちゃん、チシェ。やっほー、チシェ。なんか喧嘩してたみたいだね。チシェは知っていたんですか。アルネ様があんな人だと。あんな人？アルネは人じゃないよ。そうですよね、吸血鬼ですもんね。私もう分からなくて、何が正しいのか、何を信じればいいのか。そんな難しいことかな。信じなきゃいいじゃん。え？僕たちみたいな存在からしてみると、凛ちゃんの考えこそわけわかんないよ。利用するかされるかじゃないの？信頼する必要なんてなくない？まあそんなことで悩んじゃう人間だからこそ見てて面白いんだけどね。でもジシェとアルネ様はお互い信頼し合ってるように見えます。そんなことないよ。アルネと一緒にいる理由は面白いものが見れるからだよ。というか元最強の吸血鬼とか面白すぎじゃない？でも吸血鬼って普通同族以外を下に見るから、僕に利用されてるアルネは相当変わり者だよ。まあアルネだって僕の能力が便利だから利用してるんだけどさ。でもそれって結局お互いを信頼しているから一緒にいるってことになりませんか？あー、凛ちゃん的にはそうなっちゃうのか。凛ちゃんが納得するならそれでいいけど、僕たちとはうまくいかないと思うよ。二人とも私を利用しているんですね。うん、事件を楽しむために凛ちゃんを利用しているんだよ。それでもこの家の人たちよりはマシだと思うけどね。ことでしょうか。僕たちは凛ちゃんのことをちゃんと人間として利用しているってことさ。なんだ、凛ちゃんもうすうす分かってたんだ。自分が着せ替え人形ってことにさ。そんなことありません。私は自分で選んで立派な貴族の娘になろうとしましたし、ラインバイス家の当主にだって。その選択肢ってさ、本当に凛ちゃんが考えたの？だって仕方ないじゃないですか。私はラインバイス家の一人娘で、私は次期当主で、私はその肩書きがない私は一体何なんですか？何が残るんですか？凛ちゃん、僕個人の趣味としてはいかにもお嬢様って感じのあの服も捨てがたいんだけど、そのジャージ姿もいいと思うよ。少なくともお嬢様には見えないし、当主がする格好じゃないね。そのジャージどうしたの？これは私がこっそり家を抜け出して自分で買いに行ったんです。どれだけ欲しいと言っても許してもらえなかったので、家を勝手に抜け出したことを怒られましたし、貴族としてふさわしくない格好だって否定されました。そっか、それで？考えてみたらこのジャージだけなんですね。お母様が亡くなってから周りに流されず自分の意志を貫き通したのは、あれ
それだけ？違います。でもいいんですかね、お父様を殺した犯人を探していいですか？それもしかして僕に聞いてるの？そうですよね。そうです。こんな中途半端なところでやめたら何も変わりません。この事件を解決しようと決めたのは私の意思です。異世界人形じゃない人間である私の意思です。そう来なくちゃ。じゃあこんなのはどう？アルネなんかの手を借りなくても事件を解決しちゃうとか。私が？だってアルネを追い出しちゃったし、リンちゃんもやるしかないでしょ。大丈夫、さっきだってリンちゃんだけでアリバイの嘘を見破れたしね。そうですよね。アルネ様なんていなくても私だけでもやれますよね。そのためなら僕は利用されても構わないよ。僕をもっと楽しませてよ。ジシェたちが言う利用するということが私にはまだよくわかりませんが、力を貸してくれますか？もちろんだよ。僕は笑顔の女の子の味方さ。それは信じられません。じゃあそんなリンちゃんに早速僕から一つ情報だよ。小さい方のメイドさん、多分事件が起こるまで部屋には戻ってないよ。エリーゼですか？そこから新しく調査を始めてみたら、結局リンちゃんのお父さんを殺したのはこの家の人間って可能性は消えてないでしょ？そうですね、わかりました。やってみます。こんな簡単に僕の言葉に乗せられちゃうようじゃ、結局操り人形だよ。なんちゃって。行ってきたよ。うん、ご苦労。お前を待っている間に俺の方も記憶がはっきりとしてきた。那覇通路のやつに乗っ取られかけていてたな。うわ、ダサい。初めてのことだから仕方ないだろう。だが確かに少し手荒ではあったが、結果として情報が手に入ったわけだ。まあリンラインバイスは気に食わなかったみたいだが、あいつは甘すぎる。犯人を探すという意味も危険性もまだ理解できていない。仕方ないよ、まだまだ子供なんだから。まあこれもいい経験なんじゃない。さて、顔を見たくないと言われたことだし、少しばかり休むとするか。さすがに疲れた。オッケー、仕方ないね。リンちゃんのことは任せて。鏡があるところ限定だけどね。うん、それでいい、それでいい。うわ、適当。そんなんだからリンちゃんも怒ったんだよ。って寝ちゃったし。ささあ、切りもいいので今日のところはここら辺で区切ろうと思います。なんかだんだん犯人には近づいてきてるというか、まあ、ヒントはちょいちょい手に入っているようなんだけど、まさかアルネと決別してしまうとは。リンちゃん一人で大丈夫なのかな。まあ、でも三章の表のスチル絵も二人並んで一緒だったから、まあ、どっかで誤解が解けてまた一緒に操作するようになるのかなとは思うんだけど、それまではジシェが相棒って感じなのかな。ではでは、次回もまた遊びに来てね。おつやまです。バイバイ。チャンネル登録と高評価よろしくな。これで契約完了じゃ。